ラプラスの魔女は、東野圭吾の書き下し長編小説である。2015年5月15日に、角川書店より、単行本が刊行された。作家デビュー30周年記念作品で、東野は、これまでの私の小説をぶっ壊してみたかった。そしたら、こんな作品ができました。とコメントしている。 2015年5月15日の発売から1ヶ月で28万部を超えている。2018年に実写映画化された。2018年2月24日、角川文庫版が発売された。映像プロデューサーの水木義郎が妻と訪れたシャ温泉で硫化水素のガス中毒で死亡した。その事故の3ヶ月ほど前に、水木の母親から義郎のことで相談を受けていた。 刑事、中岡裕二は、気になって、水木の母親に連絡を取ってみると、吉郎の事故後に首をつって自殺したことを知る。彼女のいた老人ホームで、遺品整理に現れた、水木の妻、水木千里と遭遇した中岡は、千里が、吉郎殺害に関与したと確信する。中岡は、シャグマ温泉の事故調査を手掛けた教授、青江修介に意見を求めるが、 硫化水素ガス中毒で殺人を遂行するのは屋外では不可能だと断言される。しかし、中尾川は諦めきれずに地道に聞き込み捜査を行っていた。一方、青江は不可能だと言ったものの考えれば方法はありそうで気になっていた。そんな時、今度は戸まで温泉で売れない役者のナスの五郎が硫化水素ガス中毒で死亡する事故が起きる。 地元新聞社から依頼されて戸まで温泉で自己調査をしていた青江は、シャグマ温泉の自己調査中に出会った、羽原演歌と再会し、演歌の不思議な力を目撃する。担当した二つの自己調査の見解に自信が持てなく、なっていた青江は、中毒死した水木吉郎やナスの五郎のことを調べるうちに、映画監督の天か再生のブログに行き当たる。そこには、 有火水素ガスによる家族に起きた悲惨な死亡事故のこと、そして理想的な家族を失って悲嘆に暮れる自身のことが感動的に書かれていた。甘春再生はそのブログを元にして新作映画を作ろうとしていた。だが刑事の中岡が甘春の家族たちの知人たちに話を聞いたところ、ブログの内容は嘘ばかりで決して理想像のような家族ではなく、 家族たちは甘カス再生を嫌っていたという。甘カス再生という人間は映画にのみ興味を示して他人には興味がない反面で恋人や家族には完璧さを求めていた。理想に程遠い家族を殺害し、自らの作品内で理想の家族を作り出すという恐るべき犯罪計画であったことが判明する。その後、父親の殺害計画により、 硫化水素ガス中毒で植物状態となっていた息子の甘カスケントは、ハバラ演歌の父親であるハバラ教授の画期的な脳手術により植物状態から回復していた。しかも彼は手術により周囲の物理現象を見るだけで極めて高い予測が可能になるというラプラスの悪魔と呼ばれる超能力を持っていた。ケントはその能力を使って 水木先里に接近して牢絡し、家族の殺害に関与した水木義郎、ナスの五郎を計画的に殺害しており、演歌はケントを止めるべく行方を探していたのだ。ケントはいよいよ父親を殺害すべく、かつて甘か再生が撮影に使用していた廃墟に父親を呼び出す。そしてダウンバーストと呼ばれる強烈な下向きの突風が廃墟を襲って倒壊させようとする。 演歌は自動車を廃墟に突っ込ませて壁に穴を開け内圧と外圧のバランスを取ることで廃墟の倒壊を最小限に止めてケントたちの命を救い出す。その後警察により一連の事件への徹底した観光令が敷かれるがケントは行方不明となり甘カス再生は自殺を遂げてしまう。映画においてシャグマを温泉の撮影時に使われた。 山形県の銀山温泉。映画において、戸まで温泉の撮影時に使われた福島県の東山温泉。ダウンバーストのイメージ図2018年5月4日に全国公開された。主演は桜井翔、監督は三池隆史、配給東宝。原作では様々な主要人物のエピソードが並列に書かれていたが、映画版では、 青江修介を主人公に置いた形に変更されている。それに伴い、原作であったエピソードの改編、削除がなされている。ありがとうございます。